センクパークは東京都品川区大崎2丁目の名電車工場跡地に建てられた超高層ビルセンクパークタワーを中核とする再開発地区である。1897年、現在の東京、築地周辺に創業した名電車は生産力の増強を図るため、1913年に大崎に工場を移転。以来、大崎を核に 太平洋戦争後まで回転機や変圧機など幅広い電気分野に事業を拡大させるが昭和30年代に入ると静岡、沼津などに生産拠点は分散され次第に大崎の比重は低下していった1982年に東京都長期計画において大崎は新宿、渋谷等と並ぶ副都心に指定されると地区内に集積する 中小工場の土地利用転換が進み再開発の機運が高まり、名電車は大崎工場の機能移転が完了した1985年に工場跡地利用計画をスタートさせる。再開発計画は跡地を山手線駅前にふさわしい、業務、商業、住宅、ホテルフィットネスなどを備えた複合エリアとして再生することを目的とし、2002年には大崎駅、 西口地区再開発計画として都市計画決定され、2004年には東京都による都市再生特別地区第1号の認定を受け、品川区の整備による交通広場、公共地下駐輪場と相まって新しい大崎駅西口の街づくりも着手される。再開発にあたって名電車は中核となる超高層ビルについては自社による 単独開発ではなくより専門性の高い不動産デベロッパーのパートナーを模索することになり、浜松町で世界貿易センタービルを経営する世界貿易センタービルディングと共同事業として取り組むことに決定した。両社では、まず名電車側が道路等の基盤整備を行い、底地の半分を世界貿易センタービルディングに売却し、資金を得る。 そして再開発事業の中核となるオフィスタワーを名電車と世界貿易センタービルビルディングの2社が共同で建設して2社の区分所有の形態を取る。またテナントリーシングや管理、運営業務については不動産管理業務を本業とする世界貿易センタービルディングが担当することを定めた。センクパークはブランディングを CIA が担当し、 ウェアアイディアズグローをコンセプトに計画され、オフィスエリアをセンクパークタワー、商業エリアをセンクパークプラザ、正面広場をセンクパークアレーナ、森林スペースをセンクパークフォレストとそれぞれ名付け、2007年10月25日にオープンした。地下2階地上30階建てのタワーで2階にオフィスエントランスホールを置き、大崎駅とはペデストリアンデッキで直結する。 3階から30階をオフィスフロアとし、オフィスは1フロア3000平方メートルの成形・部柱空間を形成して、本社機能を集約させることのできるグレードの高いオフィス空間が実現されている。テナントとして入る日本ハームやモスフードサービスなどの食品企業は、オフィスの他に新商品開発のためのテストキッチンなども設置した。オフィスタワー外装は、 ユニット工法によるガラスカーテンウォールでユニット間の目地を利用して清掃用、コンドラレール、外気取り入れ口などの機能を収めている。タワー低層部は足元に広がる緑を感じられるようにガラススクリーンによる透明感のあるファサードとし、低層部商業施設はガラスカーテンウォールによる有機的な形状を表現した。ガラスファサードの上部のガラス受けかなものには、 夜間でも建物の稜線を認識できるよう LED が仕込まれている。1階から3階に設けられた商業空間。オフィスワーカーだけではなく、地域住民や来会社にも広く受け入れられる店舗構成とした。モスフードサービスは新業態のマザーリーフティースタイルを出展している。3階に位置するクリニックモール。7つの専門家と検診センター及び、 調剤薬局を併設している。タワー正面に整備された各種イベントや、フットサルなどのスポーツに利用できる多目的広場。地域に根ざした賑わいの場を目指した。名電車がタワーの西側に建設したビルを、大和ハウス工業が借り受け、子会社の大和ロイヤルとスポーツクラブナズが、大和ロイネットホテル東京大崎とスポーツクラブ、ナズ大崎をそれぞれ運営している。 意義神社の所有する敷地に、三井物産、新日鉄都市開発、総合辞書、山陽ホームズ、長谷高コーポレーションが開発、分譲した集合住宅。2008年2月竣工、地下1階、地上20階建て。センクパーク全体を包み込むように、センクパークフォレストとして、緑豊かな小立ちを形成。また、環境負荷低減への取り組みとして、 都市ガスによるガスコジェネレーションシステム、蓄熱式空調システム等を採用し、緑地率を40%としているため、ヒートアイランド現象の低減効果も期待されている。ありがとうございます。